はい、鳥取市の北谷いろは堂です。本日はですね、こちらの、品館の定番、象牙印材のランクについてご説明させていただきたいと思います。当店が取り扱っている象牙印材はですね、特選、特上、極上という、3段階3ランクの象牙印材を扱っているんですが、一番、左のものですね、一番この網目のような模様が大きく見えるものが、値段としては一番安い印材で、象牙の一番外側の方の層から切り出した印材で、当店では特選と呼んでおりますが、どうでしょうかね、この目が粗いのが、お分かりになるかと思います。続きましてこの真ん中の印材ですね、こちらがですね、先ほどの特選印材よりも少し内側よりのね、ところから切り出した印材になりまして、先ほどのものよりも、少し目が細かくなっているのが分かりますかね、この網目模様ですね。ちょっとこの印材ちょうどあの目が粗いとこと目が細かいところのちょうど中間から切り出した印材ですので、左半分がちょっと網目模様が大きくて、右半分が目が細かくなっているのがお分かりいただけますでしょうか。はい、そして最後ですね、一番右側の印材ですね、こちらの印材が、当店では極上と呼んでおりますが、象牙の一番中心部分に近い方ですね、から切り出した印材になります。他の2本に比べまして、この、ね、2本に比べましてこの網目模様が非常に細かく、キメが非常に細かくて美しいのが分かるでしょうかね。ちょっと動画だと分かりづらいかもしれませんが、こちらが当店が極上と呼んでおります、一般的な象牙印材の中で一番ランクが高いとされている印材になります。はい、それでね、今度は上だけじゃなくてちょっと横の方からも見てみましょうかね。側面から見ますとこのような感じになっているんですが、一番左端のものですね、こちらのもの、一番安いものがやっぱり目が粗いのがお分かりいただけるかと思います。そして真ん中ですね、真ん中はちょうどこの目が粗い部分と、細かい部分の中間ですので、左半分がちょっと粗い部分がありまして、右半分が、細かいと言いますかね、ちょっと動画だと模様があるのか分からないぐらいかもしれませんが、ちょうどね模様の境目になっているのがお分かりいただけるでしょうかね。そして一番右端ですね、極上印材、こちらの印材ですね、こちらも本当にあの指紋のような細かさですね、これが一番造形としては、高級とされている印材の特徴になります。こうやってね3本並べてみると、一番右側が一番高級な印材なんですけど、やっぱり見慣れてない方から見るとね、象牙っていう感じがするのは一番安いこちらのね模様がよく見えるものだと思うんですが、こちらのね一番キメの細かい、まあ、本当、下手すると何の模様もなくてねプラスチックにしか見えないような、ものになりますが、こちらが、高級な印材となります。象牙印鑑をねお持ちの方は、この動画を参考にしてね見比べてみていただくと分かりやすいのではないでしょうか。先ほどのね象牙印材の、解説についてちょっと補足説明させていただきますが、こちらのイラストで説明いたしますが、こうやってね大きい象の牙がございまして、この中からこういったね印材を切り出すわけですが、一番安いものですね、特選と呼ばれるのはこの外皮層という外側の方から、取った印材になります。そして中間の特上印材というのはですね、こちら、少し内側の中皮層と呼ばれるところから切り出した印材になります。そして一番最も中心に近い部分ですね、一番目の細かい部分から切り出したものが、極上ですね、印材として当店では取り扱っております。その他ですね、この象牙のど真ん中から切り出したもので真ん中にねあの芯がある、芯持ちというのがあるんですが、こういった印材であるとか、あとは通常こうやってね横向きに取るんですが、これを、縦向きに切り出した横目印材というね、こういったあの特別ちょっと高い高級な、印材などもございます。